はい、こんにちは。竹さんサックスクラブ、サックス奏者小松崎宏です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、昭和の負の遺産シリーズです。呼吸について。まあ今までなんか抵抗感だの、圧力だの、その息はとにかくそういうのねえとか、力は関係ないとかって散々言ってきましたけど、ちょっと今回ね、改めてしっかりとその辺を、定義し直しながら、話をしたいと思います。でね、ちょっと今言葉作りますよ、まあ、今までのその古い教えで言うとこの、まあ、あえて古い教えっていうけど、古い教えで言うとこの息がしょぼいと、腹式呼吸はできてないみたいな、お前は息がしょぼいからいい音しねえんだって言うじゃない。でそれをじゃあなんか貧乏とかさ、貧民の貧に息って書いて、貧足って呼びましょうね。貧足ね。これ息でしょぼいもんね。で、それに対して、息がすげえ、わーっていうのは、こうな、ほら、強いみたいな。ね。質実合憲の合を使って、まあ、合に、息で合足にしましょうね。合足。で、貧足合足ね。で、古い教えってさ、結局合足になれば全て解決すんだよ。っていう教え方なんですよ。結局のところ。だから、まあ、それは、前から言ってるように、なんかその、音量いきりとか、まあ、なんか数々のそのいきりを言ってきたけど、それって、もう元の始まりがそこなんだよね。なんでも、やっぱり、なんか、フィジカルにすごいことがすごいみたいな。うん、だからその本来ならば技術論として、いろんな繊細なコントロールも教えなきゃいけないはずだし、それができてないからこそできないことがいっぱいあるのに、何でもかんでも合速だったらできるからみたいな。これね、乱暴ですよね、話としてはね。まあ昔はね、なんか、そうやって、なんだろうな、まあ、何がどうなってたかわかんなかったこともあるし、確かに道具も悪かったから、それ豪速だったら片付いたことは多かったんだと思うんですよ。だけど、その歪みがどこに来るかっていうと、やっぱり、それは体力のない、まあ子供というかね、体力のない始めたばっかりの人とか、まあ、始めたばっかりの人とか、まあ子供ですよ。で、大人はね、少なくともね、どんな年取って始めても、その体力的に、なんだろう、そんなね、貧足だってことないんだよ。で、まあ、貧足でも楽器は吹けるんだけどね。そもそもそうなんだけども。だから、なんか、そこがね、すべての間違いのもとですね。だから、どうしてもこう始めると、こう、合速になれば、すべては解決するから、合速になるために何かをしなきゃいけない。ロングトーンしなきゃいけない。硬いリードつけて頑張んなきゃいけないとかって、なんか勘違いしてんだよね。で、それが、なんか、すべてを無駄にするんですよ。これが昭和の負の遺産ですね。僕の言うところの、はい。竹さんの言うところの昭和の負の遺産。息で、合速は全てを制するみたいな、その考え方が全てを台無しにしてる。まあ、要するに結局ね、細かいことを見ないようになっちゃうんだよね、結局それで。なんでも、なんかトラブルが起きても、いや、これ、貧速だから、まあ、しょうがね、もっと高速になるようにロングトーンしよう、硬いリードつけよう、走り込もうとかって、結局そっちに流れちゃって、何の解決もなんないんだよね。で、そこでね、関わってくるのは、リードがね、柔らかいと、なんか、いい音しねえな、ね、2半使ってっから俺ダメなんだと。で、そこでね、なんか不思議なことに、貧速だから、ダメなんだっていう教えもあるわけだよ、そこで。こう、めんどくさいことに。ニーハン使ってることがしょぼいと、お前は貧速だから、ダメなんだと。だから、豪速のやつはニーハン使ってもいいよとするみたいなね。だけど、そういうこと言いながら、誰もニーハン使ってないっていう、そういう世界があるみたいなんだけど、それがね、よくわかんないんだけど、そんなに言うんだったらニーハン使っていいよと出してみるよって感じするんだけど、ニーハン使うといいよって出ないんだよ。それはだって考え方が間違えてるからね。で、その辺を次の動画で説明したいと思います。今回は、貧速と合速。そして、合速が全てを解決するっていうとんでもない考え方。竹さんに言わせればとんでもない考え方を一つ一つ
まあこれからもね、まあ今までも言ってきたけど、これからも言ってきたいし、次の動画では、じゃあなんで2班じゃいけないのかっていうね、そこを話してみたいと思いますんで、また次回の動画でお会いしましょう。